タレントアーティストとしてご活躍中の伊藤千晶さんです。どうぞよろしくお願い,いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、伊藤さん、ピンクのカラーがとても大好きなので、このピンクのカラーがとても綺麗だなって思ったのと、このフレームもすごい華奢さがあるので、こういうあのー、女性っぽい。あのー、スタイルにもすごいぴったりだなと思いました。構えていただきまして、そのままでお待ちください。カメラに目線をお願いいたします。よいしょよいしょ。 ありがとうございました。見事鏡が開かれました。ありがとうございます。初めてのデートで。初めてのデート。はい、男性にどんなサングラスかけてきてほしいですか。えー、白いフレームで、これかけてみてもらってもいいですか。かなこれからの季節にぴったりな<え>カラーですけれども。どうでしょうか。<え>わおあ。すごいやっぱ似合う。いいですね。やっぱ初デートなので。こう。 爽やかな感じとやっぱこれから夏に向けてこう色もねこう軽めのものをこうチョイスしてこう爽やかなデートができたらいいですよねロマンチックですね自分が男性に告白するときも勝負をこれで決めようっていうま勝負サングラスと言いますか、はい、私は自分が告白するとしたらこちらのサングラスをかけますやっぱりあの告白となると。 緊張もするし自信も、ね、なくなっちゃうし、はい、そうなったときにやっぱりこの王道なスタイルのサングラスをかけるとなんか安心できます。うん、やっぱりこう背中を押してくれているようなそういう安心感が持てるサングラスだと思うので、はい、これをかけて告白しにいきたいと思います。<laughs> 雰囲気になったところで、はい、あの伊藤さんにはちょっと無茶ぶりなんですけれども、うん、せっかくですから、はい、告白の言葉を言葉お願いししても <laughs> よろしいですか昔からずっと仲良くしてきた友達だったけどいつからかあなたのこのサングラス姿を見ているうちに私の心はあなたに持っていかれてしまいました。私と 付き合ってください。毎日、サングラスをつけてるし、あなたが見たいです。<laughs> ありがとうございます。お願ますありがとうございます。<laughs> 変な汗かいてきちゃいました。したよ今私も見てる方も汗かいてきちゃいます。<laughs> <laughs> あ、嬉しかったです。本当ですか。疑似体験でもね。すごく嬉しいですよね。ありがとう。ありがとうございます。<laughs>